それでは次が最後の団体となります。交流会では子どもたちの発表に加え、大人の団体も一団体出演をお願いすることにしております。普段子どもたちがあまり見ることのない、大人が継承する迫力ある郷土芸能をどうぞゆっくりご鑑賞ください。本日は東山町多古津から来ていただきました夏山神楽保存会による御神楽です。活動内容を代表の佐藤哲也さんからしていただきます。はい、皆さんこんにちは。本日はこういった交流会の方に参加させていただいて本当にありがとうございます。私たち夏山神楽は、大正10年に私たちの地元の方に伝わったときに聞いております。で、他の神楽団体と同じようにですね、後継者不足っていうのが本当に深刻でありまして、私道取りが亡くなって兄弟子2人でこう活動を本当に地道に継続してきましたけれども、令和、元年に地元の、秋祭りがあってですね、その時に神楽を上映するということになりまして、その時に声をかけて大体今のメンバーがこう参加するようになりました。それから月2回の活動ということでありますけれども、そぼそぼ続けてきております。で、コロナの関係でなかなか活動が思うようにいかないというのはどこの団体も同じだったと思うんですけれども、とりあえず御神楽をこう踊れるようになったというところで終わっておりまして、今後ですね、新しい演目に向けて、練習を重ねていきたいなというふうに思っているところであります。本日御神楽ということで、踊らせていただきますけれども、多分他の団体では取り舞いということで、舞われているかと思います。私どもの団体では、この御神楽を、踊りの始めということで、初めにこう習うものでありまして、三つ足を基本として踊るものでございます。本日は、本当のもう一人来る予定でしたけれども、都合によって3名となります。一生懸命踊らせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。Thank you.
はい、素晴らしい演技ありがとうございました。それでは写真撮影をいたしますので、ステージの中央にお集まりください。Thank you.